おはようございます。木上です。では今日はですね、のんびりな日曜日であったものの、車のタイヤ交換だったりとか、メンテナンスでディーラーに行ったりとかっていうところで、結果としてですね、結構慌ただしく過ぎ去ってしまった一日ではあるんですけれども、まあそんな合間にですね、マーケットプレイスの方を久しぶりに覗いていたところですね、このエアポートリージョナルエンバイロメント X ノースアメリカということで、北米の空港の地上支援トラック とかですねまあそういったものをリアルにしようというですねモッドが登場していたのでちょっと気になってですね購入したのでこちらの方を紹介していきたいと思います特に北米というとですねまあ、こういった形でロングノーズのトラックというのがですね広く使われているんですけれどもいわゆるキャブオーバーと呼ばれるですねエンジンの上に人が乗る2台スペースがある 日本で一般的に走っているトラックですね。あの正面が真っ平らなトラックとは違ってですね、エンジンが前側にあって荷台のところがその後ろについてくるっていうタイプですね。こういったタイプのトラックっていうのが北米では主に使われているというところで、まあ、こういった特徴を捉えて再現されているっていうところで。 面白いいいなととととううここででしてみたというところですねちなみに価格の方は980円ということで少々高めではありますけれどもやはり北米で飛ぶ機会がどうしても飛んだ経験が多いことからも増えているので、まあ、こういったところも試してみたいかなというところで今回入れてみたというところですねちなみにこのボーディングブリッジをつけているトラックとは別にですねケータリングのトラックだったりとかこういったところもですねロングノーズバージョンのこの ピッッッククアププトラックタイプといったですかね。こういったトラックに切り替わるというところ、それから、それから燃料給油車ですね。そちらの方も切り替わるということで、地上支援系のトラックがすべて置き換えることができるので、どういった具合に再現されているかっていうのを実際に空港の方に出て試してみたいと思います。ということで、シミュレーターの方に移っていきましょう。 ということで、サンフランシスコのゲートの方にやってきたんですけれども、トラックの方が反映されていないのと、どうも他の車関係も反映されていないですね。もしかするとターミナル側ではうまくいかないのか、はたまた何かしら設定がおかしいのかっていうところで、ちょっともう少し探りを入れてみようかなと思います。さあ次にですね、オープンスポットの方にやってきたんですけれども、 こちらのの方方でははままず電源の方は登場していますねただ周りに他の車両は出てきていないのでもしかするとオープンスポットだとまずいのか読み込みができていないのかっていうことで、まあ、何かしらトラブルが起きているかもしれないですねただ一応念のためですねフライパッドの方を使って他の車両が出てこないかっていうところは試しておきたいなということでこちらですねフライパッドの方で呼び出しをかけてみましょうかね ということでフライパッドの方で呼び出しをかけたんですけれども周りは殺風景というところでバッテリーに関してはちゃんとつきましたねただ周りを見ると周りは全然他のトラックが寄ってくる気配もないのでもしかすると場所の設定が悪いのかもしれませんがこういった形でちょっと使えない状態ですねちなみにバッテリーだけ先に見ておくとディテールはこんな感じですねまあ,あのデフォルトだとどうしても上に サイレンがこう回っていて、どうしてもモデリングの関係上ですね、コックピットの中まであのオレンジ色の光がチカチカ光ってしまうところが出るので、まあそういったところがなくなっているというのは、ある意味トータルで見た時にでもですね、北米に限らずいいのかなという気はしていますけれども、こういった形でディテールされたバッテリー系統は出てきているということで、ちょっと他の車両たちがですね、どういうふうになっているかっていうのをもう少し探ってみたいと思います。 はい。ということでですね、途中強制シャットダウンも含めてエラーが頻発したんですけれども、すべての車両が表示されたということで、細かいところ見ていきたいと思いますけれども、こういった形でですね、 トーカーが出てきていたりとか、ボーディングカーが出てきたりというところで、今、フライバイワイヤーの A32NX モッドに対して入れていますけれども、サードパーティー製のモッド、それから、この地上のですね、キーウェストの空港の方も追加のシナリオが入っているということで、こういった部分の互換性という意味でも十分いいのではないかなというところで、まあ、一安心というところでありますけれども、 もしかするとですね、先に再起動をかけてからスタートする方が良かったかもしれないですね。ということで、先ほどと同じようにですね、コックピットの方に移ってフライパッドでグランドビークルの方を呼び出していきましょう。ということで、こちらフライパッドの方でグランドビークルやっていきましょう。まずはパックスと、それから電源車ケータリングですね。こちらの方で、 完了ですね、ということで地上の車たちが動き出したということですね。ボーディングカーの方も新しくなったものがですねまあちゃんと動いていてあとは手前から電源車が無人で動いてくるっていうのはちょっとなんか気持ち悪い気もしますけれどもまあこういった形で動いてくるということですね。今ちょっと平行移動したのが気になりますがもしかするとここら辺の整合性というか位置関係ですねこういったところで多少のズレはあるのかもしれませんが。 確実に修正されるというところは分かったのではないでしょうか。あとは他の機体が近づいてきていて、ちょっとこの合間にトーカーを見ていくと北米らしいディテールですよね。ちょっとこうかっこいいモデルというかスポーツカーライクな感じのトーカーっていうのが北米では広く使われているという感じですね。それから話を戻してボーディングカーの方ですけれども、こちらの方も少し今平行移動したようなのが見えたというところで、 多少こういったところの作り込みだったりっていうのは変わってきているところかもしれませんね。あとは奥の方に見える地上のトラックですね。こちらの方もロングノーズのトラックになっていてリアリティ高いなという印象ですね。さあなんかあっという間に ボーディングが終了したという手で外れてしまっていますけれども、ちょっとここら辺の時間配置だったりとかっていうところは気になるところですね。いくら320が人が少ないとはいいですね。さすがに1分も経たないでっていうのはおかしいなっていう気はしますが、えー、続いてケータリングトラックの方ですね。こちらの方も比較的よくディテールされていますし、いい具合ですね。 それから最後に全体のお景色というところで、細かい部分ではまだまだ作り込み、アップデートが欲しいなというところはあるものの、全般的にはですね、やはりディテールがアップしていて、かなりいいモッドの一つなのではないかなというふうな気がしました。これから先ですね、もう少し安定して動いてくれるっていうところを期待したいところでありますけれども、まあ、こういった形で地上支援の車というところにテコ入れが入ってくると、 いいうことで非常に面白いモットなのではなないいいかなとううふうに思いました、まあ、やはり各国だったりとかもしくは地域ごとにっていうところで特色ある車が働いているというのも空港ならではの景色というところでですね、まあ、こういったところもどんどんリアル化されていくっていうことに期待しながらですね近い将来フリーウェアでもこういったものっていうのは出てくる可能性は高いと思うんですけれども、まあ、その先駆けとしてですねこういった形で ペイウェアではありますけれども、北米の対応モッドが出てきたということで、皆さんもですね、北米の方でよく飛ばれる方はぜひ試してみてもいいのではないかなというふうな気がしました。ただし、立ち上げのところですね、多少トラブル含みなところはありますので、何が原因だったかっていうところまでは探求しきれていませんけれども、少なくともダウンロードしてから一度シミュレーターを立ち上げ直すと、もう少しトラブルフリーでいけたのかなというところで、少しでもですね、参考になればと思います。 ということで本日は簡単ではありましたけれどもこちらの自助支援の北米バージョン化ということで有料モッドの方を紹介してみましたということで今朝はですねこれぐらいで終わらせていただきたいと思いますまた明日の朝もお会いいたしましょうそれでは「 To be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around.